あれきょんちゃん、どうしたんだい？お友達とはぐれちゃったのかな？数分間ぶりです、ツリア先輩。とりあえず別行動を取ることになりまして、暇だからフラフラしてました。ほほー、なるほど。それはあれだね、デートクラブってやつだね。あ、ちょろんと待ってて、僕も担当終わりだから着替えてくるさ。え、ツリア先輩。キョンちゃん結構不器用だね。ヨーヨー釣りであそこまで苦戦するなんてさ。いえ、それはもう忘れてください。というかすいません、いろいろおごってもらっちゃって。いいよいいよ、僕がそうしたかっただけだから。あのさ、キョンちゃん、聞きたいことがあるんだけど、いいかな？何ですか？聞くだけならただですし、答えられることなら答えますよ。キョンちゃんらしいな。あのさ、鈴宮春彦のことどう思ってる？は？クラスメイトで友達なんですけど。じゃあ仲良さそうだけど、別に付き合ってるわけじゃないんだよね。は？ない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 、全然違いますから。じゃあさ、僕と付き合わない？好きだよ、キョンちゃん。少し時間をもらってもいいですか？その、鶴屋先輩のことは嫌いじゃありませんし、気持ちは嬉しいです。けど、そういうふうに考えたことがなかったので、考える時間をください。うん、わかった。ありがとう。でもよかった。嫌われたらどうしようかと思ったよ。このくらいで嫌ったりしませんよ。キョンちゃんのそういうとこ大好きねろ。どうも。雨降りそうだし戻ろっか。そうですね。
トンです。本日はこの動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は、うっぷ主のちょっとした妄想の垂れ流しですので、こんなゲームが本当に出るだとか、本当に夏コミで発売するだとか、そんなことはありえません。というか、あってたまるか。これはすべて冗談です。決して本気にしないように。以上。